積雲は晴れた日によく発生する面のような形をした雲。綿雲とも呼ばれ形状は面菓子にも例えられる。上部はもこもこしていて形がよく変わるが、運転は平たくほとんど上下しない。上に向かって成長し、下や横にはほとんど成長しないのが特徴。また、 雲内部の雲粒の密度が高く、日光が当たった時の明暗がくっきりと現れるのも特徴である。基本運形の一つ。学術名キューミューラスは、ラテン語で小さく積み重なった、塊という意味があり、これにちなんで名付けられた。ちなみに、キューミューラスから英語のアキュミュレーレイトなどが生まれている。略語は CU。 高度約500メートルから2000メートル付近にできることが多いが、他の大きな石雲や石乱雲などに付随した石雲がそれ以外の高度に現れることがある。高度約2000メートル以上では石雲上の雲は高石雲に分類されるので、この高さを運転にした石雲は単独では発生しない。小規模な石雲の群れ石雲は主に日射によって地表や 水上の空気が温められることによる上昇気流で発生する。典型的な例は午後になって発生してムクムクと成長していき、夕方になるとそれが止まって生産し始め、大抵は大きく成長せずに消えてしまう。しかし、大気の不安定などの条件が整っていると、さらに大きく成長することがある。初期の運頂が平らなものを扁平雲。 発達段階の通常の積雲を波雲と呼ぶ。成長すると、雲長が高度 10km 以上にも達し、雄大雲と呼ばれるようになる。雄大積雲がさらに発達すると積乱雲になり雷を伴った大雨を降らせ、時には氷や竜巻をももたらすことがある。定義上、雷を伴うのは積乱雲であるため、積雲は雷を伴わない。また、 石雲の塊からちぎれたように離れた雲を断片雲と呼ぶ。石雲が形成されるメカニズムには主に次の二つがある。石雲の場合は大流凝結高度を容易に目で確認できる。遠くから石雲を眺めた時に運転がある位置がちょうど CCL となる。夏の平原や海などの明けた場所では運転の揃った石雲が遥か遠くで群れるように、 重なり霞んで見える、というような光景も眺められる。発達中の波積雲と雄大積雲、オーストラリア・ビクトリア州、イースト・ギップスランドのアルプスにて、ハット・ AB、エクスプラナトリ・リマークス・スペシャル・クラウズ。世界気象機関。2021年1月10日閲覧。アペンディックス1、エチモロジー・オブ・ラテン・ネームズ・オブ・クラウズ。世界気象機関。 2021年1月10日閲覧。from the Latin Qmulas, which means an accumulation, a heap, a pile, 雲の写真集。土方気象台。2021年1月10日閲覧。濃密で輪郭がはっきりし、コブのように盛り上がり、ドーム状、または、登場で延直情報に発達している。発達するという大石雲となる。ありがとうございます。